ジャガーズはブエノスアイレスを本拠地とするラグビーユニオンのプロチームである。スーパーラグビーに参戦するためにアルゼンチンラグビー協会により設立された。日本ではジャガーズとして知られるが、言語であるスペイン語の発音はハグアレスに近く公式英語実況もそのように発音する。国内にプロリーグを持たないアルゼンチンでは国内選手のレベルアップを図るために 2010年に国内の若手プレイヤーを中心とするパンパス XV を編成し、南アフリカの国内リーグであるボーダコムカップに参戦していたが、財政的事情により離脱。その後はボーダコムカップに代わり、イヤーブパシフィックラグビーカップに参戦し、2014年シーズン、2015年シーズンと連覇を達成した。上記のようなパンパス XV の活躍にもかかわらず、 アルゼンチンラグビー協会は、スーパーラグビーへのアルゼンチンチームの参加について交渉を続けていた。スーパーラグビーを統括するサンザーは2011年から2015年シーズンまでの放映権を販売済みであり、これは、その期間内は、スーパーラグビーのフォーマットが変わらないことを意味していた。2013年、サンザーのグレッグ・ピーターズ CEO は、 2016年シーズンよりスーパーラグビーを拡大させることを発表。追加参加するチームの一つとして、南アフリカのキングスを挙げた。2014年初頭サンザーは、スーパーラグビーが2016年シーズンより15チームから18チームまで拡大し、ブエノスアイレスを本拠地とするアルゼンチンのチームが、南アフリカグループに参戦することを認めた。 2014年11月、サンザー執行理事会は、キングスに加え、アルゼンチンラグビー協会、日本ラグビー協会より、新たなチームが加わることを正式に承認した。2015年12月16日、チーム名称がジャガーズとなることが発表された。ジャガーズは、探し求めること、スキル、パワーを表している。エスタディオ・ホセ・アマルフィターに2020年のスコットは、次の通り、 中、2017年までは、全18チーム。2018年以降は、全15チームでの成績。ありがとうございます。